はい、ナギです。おはようございます。今日も割とゆっくり寝れました。7時ぐらいまで寝れて、7時手前までなかなかないですね。まあ寝る時間は遅いですけど、昨日で1時半かな、うん、まあでも5時間ぐらいが大体僕に合うみたいですね。僕は大体5時間か7時間がいいみたいで、大体基礎時間がちょうどいいみたいですね。レム睡眠とノンレム睡眠のこう狭間の中で、レム睡眠で目が覚める方がいいらしいですから、僕の場合は基礎時間がいいみたいです。皆さんもそういうのを考えて起きてますか？なるべくだから短い時間で気分よく起きれる時間に起きた方が、時間が無駄しないでいいですね。僕はそんなことを考えて一日来てます。今日1曲目はハーバーライト、井上陽水さんの曲を行こうと思います。おっとっと、汗でかノートがバリバリめくれてますね。いきます。ハーバーライト、ハーバーライト、バラの花びらかむと恋が実るって迷信さ、涙より苦いのはそんな君の泣き笑い。潮風に逃げる髪、僕の手のひらで束ねてもすり抜けた寂しさは、かじかむ指じゃつかめない、さよならが言えなくて、どっちだね。黄昏はばらいと指切りしよう、涙で海を薄めないと。傷つけ合うことって難しいものさ、昨日まで見飽きたはずの君が、他人の顔で振り向いた、タバコ吸う手が震える、どうしたね。黄昏はばらいと指切りしよう、時に背を向け死なないでさ、たそがれはばらいと指切りしよう、明日も君も笑えるよ、はばら
ないと、うわわわわあばないと、うわわわあばないと、うわわわあばないと、わわわわわでした。投げでした。まだ登録してない方はぜひチャンネル登録してね。めっちゃ喜びます。 See you。 また来てね。